最後はタワーオブパワーっていうバンドがあるんですけれども、まあファンクというかソウルのバンド、そのバンドの有名な曲を4曲続けたタワーオブパワーメドレーをお届けしたいと思います。はい、では行きましょうか。せーの、スクイーゲーム。